さんこんにちは、チョコバナーです。今日はですね、 ZOZO タウンでお買い物をしました。久しぶりに服をね、通販で買ったんですけど、私今まで ZOZO ユーズドっていうのを使ったことがなくて、初めてそれも使ってみたので、どんな感じなのかなって気になる方もいるかなと思ったので試してみました。それをね、ちょっと紹介していきたいと思います。まずは小物系。私目がちょっと弱いので、夏はちょっとサングラスが必須なんですよ。で、去年使ってたのがオレンジ色のサングラスなんですけど、それをね、江ノ島のイベントかなんかで海の家に置き去りにしてきまして、それが欲しくて欲しくて、同じ型、ほぼ同じ型のものを買いました。これ可愛くないですか？似合うかどうかわかんないけど、パリピみたいだけど、これ可愛くてね。スピンズストーンカラーサングラスっていうもののイエローで1941円でした。私去年もスピンズで同じような型を買ったので、もしかしたらほぼっていうか完全に一緒のやつを買ったのかもしれない。あともう一つ別のカラーサングラスを買ったんですよ。じゃじゃーん。これはね、ブルー、紫っぽくも見えなくもない感じかな。ね、私の目に合ったサングラスの色っていうのが寒色系なんですよ。緑が一番ベストなんですけど、青もね結構見やすくて、黄色はねどちらかというと自分の目には合ってないサングラスなんですね。眼科とかで調べてもらったカラーテストみたいなやつの結果的には。でも可愛いから、まあ、黄色欲しくて、青は日常的に使おうかなと思って買いました。これはね安かったんで、こっちの方がなんか安かったんだよね。で、1133円でした。夏はこのサングラスと共に着ていきたいと思います。次がユーズド系なんですけど、まずこれです。今着てるやつ、じゃーん、可愛いでしょ。これめっちゃ可愛いんだよ。丈が手上げたらお腹が出るか出ないかぐらいのやつで、後ろもねこんな感じでトゥイーティーが書かれてるんですよ。とてもねダボーってなって長くなってるデザインで、私の好きな、一番好きなスウェットの形で、E- ワールドギャラリーか。だと思う。ユーズドのものだとね、ブランドが書いてないんだけど、ずっとね、狙ってたんだけど、狙ってるうちに、もうなくなってたのね。で、うわー欲しかったなーって思ったんだけど、これユーズドでありました。でね、安くて値段も。1200円。安くない？めっちゃ。多分これ定価でだったら5000円ぐらいだったから、値下げを待ってたのね。いろんなとこ探してるうちなくなっちゃってたのが、なんと1200円で手に入りました。やったー。春先なのでまだねこれが着れるんですよ。これ1枚でもう外出れるぐらいの今の暖かさなので、着た感じ袖のところにこんな感じでちょっとシミがあるんだよね。これがちょっと残念なんですけど、まあ私が着ててもこんぐらいのシミつくと思うし、着倒した感ある、まあザ古着って感じなんだけど、まあ私はそんなに気にならないので、結構古着とかそんな好きじゃない人とか、新品がいいって人はユーズドはこれはちょっとおすすめできないかな。次がフィグ&バイパー、バイワイパー、上野ありささんっていうDJ もやったりモデルもやったり、こういう服のねデザイナーだったり、もうめっちゃ多彩で、もうね私が神的な存在で見てる、いつもねインスタとかもめっちゃ可愛いんだけど、その方のブランドなんですけど、ちょっとお高いんですよね、元値が。これがユーズドで売ってて、しかも超安かったんだよね。これなんと1080円でした。めっちゃめっちゃ嬉しくて、もう速攻ねカートに入れたって感じ。前が太もものとこハートでくり抜かれてて、後ろがね足首に向けてねまた3つハートのくり抜きがあるって感じです。私前持ってたのは裾がキュッて閉まってるやつ、思い出せない、まあ、あれでウィホーのものだったんですけど、今回は普通のジーパンっぽい感じのものを買いました。で、色もちょっと春っぽい明るめのデニムで、ただ若干長い気がするけど、でもダボっと着れるパンツだからまあいっかなと思って、多分ね私春から夏に向けて着倒す。ちなみにユーズドのものでもこんな感じで袋にねちゃんと入ってるんです。あと一つユーズドで買ってるものがあるんですけど、こんな感じの黒のシャツですね。これもいいハイフンだった。袖にラインが入ってて、首元がこう着ると V っぽい感じになるものになります。の半袖のシャツですね。今の時期だったら上に羽織ることもできるし、夏これ1枚で着ることもできるし、なんか最近シャツにハマってるので、夏はねシャツが結構私は好きなので買いました。これも安かった、2240円です。で、最後の一つが私っぽくないんだけど安くって挑戦しようと思って買ったものがあるので紹介します。こんな感じのオフショルです。645円でした。多分元値もうちょいするんだよね。元値が1990円だって。めっちゃ安くなってたんだ。夏ちょっとオフショル挑戦しようかなと思って買ってはみたんですけど、ちょっと着てみるか。合ってる？合ってない気がする。どんぐらい肩出せばいいのか分からんくない？中にねちょっとレースのねキャミソールとか着た方がいいね。多分髪の毛アップにしたりする？髪アップ
ップにしたりしたら切れるかな。これは着方がよくわかんないので、こんな風に着たらいい感じだよっていうのを教えてくれたらなと思います。でもね、めっちゃ生地薄くて私の顔が若干透けてるでしょ。こんぐらい薄いので、まあ、夏にはね涼しくていいんじゃないかなと思います。こんな感じですね。今回私も初めて ZOZO ユーズドを使ってみたんですけど、全然普通の新品とほぼ変わらないものが多くて、私みたいにあの時買い逃したんだけどあのアイテムないかなって思って覗いてみると案外あるかもしれません。で、本当にいっぱいたくさんショップの数があるので、私も見切れてないショップがたくさんあると思うんですけど、皆さんが ZOZO の中でよく見るブランドって何かありますか？もしあったらコメント欄に書いてくれたらなと思います。それでは、チョコバナナでした。バイバーイ。